釣れるじゃん。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。カニを使って今回は静岡県の浜名湖でカニを餌にしてクロダイを釣ってきましたので、その動画をご覧ください。今で当たりがあったんですが、糸が切れた、糸が切られたと思ったんですが、やば、針がついてたので、ただ外れただけ でした。糸じゃないよ、外れた、フックが外れました。気を取り直してまたかかりました。随分ね、手前のところでかかったので、動くな、慎重に慎重に、バレないように。結構ね、引きもなかなか楽しめました。トラベルロッドというですね、小さなタックルを使っております。お、いい方、なかなかね、元気のいい個体でした。クロダイです。お、カニが大好きですよね。やりました。シグレップがないので、こう持ちます。おお、しっかりね、上顎に針がかかっております。つけていたカニはありませんでした。外れたのか食べちゃったのかちょっと分かりませんけど、皆さんはね、できればフィッシュグループかなんかを使ってですね、引き上げていただいた方がいいかなと思います。結構ですね、息が良くてですね、こちらはですね、家に持ち帰って美味しくいただきました。塩焼きがですね、すごく美味しかったです。カニを投げればですね、かなりの高確率でですね、釣ってきますので、皆さんも楽しんでいただけたでしょうか。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。Yeah.